じゃあ、最短で習得するワードパッケージ開発入門の後編という話を始めたいと思います。何ヶ月か前、もうだいぶ経っちゃったんですけど、去年の9月のバイオパッカソンで、アードのパッケージの作り方の、説明をしたんですけど、その時は、内容的にはこの本に近いことで、アードの基礎とプログラミング技法っていう、かなり昔からある本の、内容を紹介しました。で、僕自身はこれを読んで、昔からアードのパッケージを作ってきているんですけど、こっちはどちらかというと、パッケージを構成する、ファイルとか、ディレクトリ構成とか、そういうなんか、規約というか、ルールを理解しながら、実装していくっていうスタイルなんですけども、最近は、もっぱらこの、オライリーのアドパッケージ開発入門っていう、ハドリー・ウィッカムが、書いた本が、読まれていることが多いので、今日はこっちの話を紹介したいと思います。こっちは、どちらかというと、R スタジオを使うっていう前提で、あと各種そのパッケージの、開発支援、パッケージを使って、なるべくこうボタンをポチポチ押したりとか、R の関数を実行すると、一連の動作を言われた通りにやると、なんとなくパッケージが出来上がっていくっていうような、方向性で、僕個人としては、その中身をきちんと理解しないで、そういうなんかラッパーを使うと、なんかブラックボックス的になってしまうのではないかっていう心配がまああったんですけど、っていうのもあって、最初こっちを話して、こっちを話すっていう流れにしました。で、今日は、ひたすら、楽に、パッケージを作っていくっていう、方の話をしたいと思います。で、以降は、極力コマンドは使わないで、R スタジオ上のボタンやショートカットキーでパッケージングを行う際の手順を説明します。ただし、何に対してもボタンとかショートカットキーというのが、用意されているわけではないので、そういうのがなかったら、R のコンソール画面で R の関数を叩くぐらいはします。だから半自動的に作業するぐらいな、イメージで。で、Windows のマシンは僕持ってないので、MacOS 上での操作を、想定しています。で、OS によって R スタジオのショートカットキーが微妙に違ったりするんですけど、そこは、自分で調べてみてください。あと、後でたくさんこういうの出てくるんですけど、ひな型ファイルを生成する use アンダースコアなんとかみたいな関数が、DevTools と useThis っていうパッケージの両方で使われているんですけど、最近では DevTools の方の、use なんとかみたいな関数は廃止されて、useThis に一元化されている、方向なので、で、本によっては、この DevTools の Use なんとかを使えみたいなことを書いてあったりもするんですけど、そのうちその DevTools からなくなっちゃうかもしれない関数なので、今回は安全のために Use this パッケージの Use なんとか関数を使うという方針で、調べました。はい。で、今回の説明で、唯一、ターミナルで叩くコマンドがこれで、パッケージング環境を、用意するのが毎回めんどくさいので、僕は Docker であらかじめ環境を作ってます。この後期 RStudio Dev っていう、Docker イメージをすでに作ってまして、この中に、開発者版の R とか、DevTools とか、useThis とか、テストザットとか、なんかそういうパッケージングで必要なアドパッケージっていうのを、全部入れてまして、で、それを手元にプルして、ドッカーランして使うっていうふうに、
毎回やってます。で、ここに、ここに、ポート番号ですね。ローカルホスト8787ってところのポートを叩くと、R スタジオに、ログインできるようになっています。で、その時にログインのパスワードをここに書いて、あとロ、ドッカーは、その、ドッカーを落とすと、中で作業したものとか全部消えちゃうので、どっかその作業した後のファイルっていうのを残しておかないといけないので、そのマウント先として、手元の現在のワーキングディレクトリーと、どっかイメージ内のホーム R スタジオワークっていうところを、こうつなぐようにしています。で、このどっかランを叩くと、この HTTP ローカルホスト8787にアクセスできるようになります。で、こういう画面が出てきて、ユーザーネームは R スタジオって名前で固定されていて、パスワードはさっき自分が、設定した、まあ、この予約パスワードヒアとか、なんでもいいんですけど、ABC とかでもいいんですけど、まあ、そういうパスワードをここに叩いて、ログインします。そうすると、ウェブブラウザーで R スタジオが使えるようになります。まあ、こういうおなじみの R スタジオの画面で、まあ、ここに R のコンソール画面があって、ここで、定義した、オブジェクトだったり、Git の、履歴だったりとかいろいろ見えたり、ここで、ファイルが一覧できたりとかしますね。で、この R スタジオの画面で、まずは、パッケージの、まあ、骨格というか、ひな型を作ります。R スタジオで、ファイル、まあ、ここですね。ファイルの、ニュープロジェクト、ニューディレクトリー R パッケージっていうふうにこうクリックしていくと、まあ、こういうニュープロジェクトウィザードっていう画面が出てきます。で、ここで、自分のパッケージ名を何かしら打って、その出力ディレクトリはここですというふうに打って、あと、まあ、最初からチェックは入っていると思いますけど、Git でバージョン管理するということで、ここにチェックを入れます。で、Create Project っていうボタンをクリックすると、R のパッケージを構成するこう最小限のディレクトリっていうのが出てきます。で、ベースとなる R のスクリプトファイルを、ここで指定しておくと、そのコードがこの R 以下に配置されたりしますね。で、何も指定しないと、この R 以下に、なんか、hello.r みたいな、hello world みたいなスクリプトが自動的に保存されているので、で、それに対する、ドキュメントファイルっていうのもこの man 以下に置かれてしまうんですけど、まあ、これは別に公開したい関数ではないので、削除します。あと、ネームスペースファイルも後で自動生成するので削除しておきます。で、最初に R プロジェクトの設定っていうのが必要です。R スタジオ上で、ツールズ、プロジェクトオプションズ、ビルドツールズっていうふうにクリックしていくと、こういうプロジェクトオプションズっていう画面が出てきます。で、まあ、後で説明しますけど、Ad Oxygen 2っていう仕組みがあって、そこの設定を、しないといけないので、ここをクリックして、こういった3箇所にチェック入れます。これ後でわかるので、その時に説明します。あとは、Ad のパッケージを作る上で、Ad コマンドインストールチェックとか、ビルドとか、まあ、パッケージ全体の動作確認を行うんですけど、でまあ、これはインストールするときのコマンドで、これは、きちんとパッケージとして手をなしているかどうかチェックする、コマンドで、これは、ソースパッケージを、圧縮形式にする、で配布できる状態にするための、コマンドですけど、まあ、こういうオプションを、つけることができます。でこの
今から作ろうとしているパッケージを、例えば C ランに登録したい場合は、この Add C ランっていうオプションを入れた方がいいですね。はい。っていうので、まあ、ここは好みかなと思いますけど。で、まあ、こういう設定をしておいて OK っていうふうにしておきます。で、その後に、今手元にこれで Add の、パッケージが出来上がったんですけど、まあ、GitHub で、バージョン管理をしておく、必要があるので、そういうのをどうするかということなんですけど、use this package の use git config っていう関数を、叩きます。ここでユーザーネームで、すでに自分が持っている GitHub のアカウント名と、GitHub に登録したい、メールアドレスっていうのを、ここで設定します。で、その後に use git っていう関数を叩くと、この git っていう、隠れディレクトリが生成されます。で、以降は、これでローカルで、バージョン管理ができるようになって、なんかコードを、なんか変更して、git、add、git、commit とかすると、その変更した差分だけが、この git ディレクトリ以下にこう保存されていて、なんかもし、やっぱり前の状態に戻りたいってなった場合は、そこのコミットまでロールバックすることができます。で、まあ、Git ってのはそのローカルだけで作業するので完結してるんですけど、それを他の人も見えるようにするっていうためにはですね、リモートレポジトリである GitHub とも連携する必要があるので、それはどうやるかっていうと、まずパーソナルアクセストークン、PAT っていう、まあ、パスワードみたいなものが必要です。これは去年、バイオシアジア2021で、何でしたっけ、あれ、ワークフローパッケージを作った人は、この作業をやってるので、山本さんとか久米さんとか、一回やってると思うんですけど、GitHub にこう、ログインして、このセッティングスのところの、ディベロッパーセッティングスの、ところにパーソナルアクセストークンズっていうページがあって、で、ここで、新しいトークンを生成するっていうボタンを押して、なんか、パスワードみたいなやつ作ったと思うんですよね。で、このエクスパイレーションのところで、特に期限なしってしていれば、今もその、PAT は使えるはずなんですけど、そのトークンの値を、GitHub PAT っていう環境変数として、設定します。で、あのコンソール画面でこう、環境変数叩く場合、sys.setenv で環境変数を設定することができるので、それで、このトークンの値を、add が使えるようにします。で、その後に use this, use GitHub 関数を、叩くと GitHub と連携が始まって、この Add Studio の右上の Git の項目で、このプッシュとかプルとかいう、ボタンたちが、アクティブになります。で、以降はなんかコードが変更されたら、なんだ、コミットしてプッシュしてみたいな感じで、こっちの手元で、バージョン管理して、かつ他の人にも、適宜こう見せるみたいなことができるようになります。あと、use GitHub を叩くと、ディスクリプションファイルに勝手にこういう GitHub の URL が追加されるようになります。で、GitHub で使ってて悩ましいのは、先にレポジトリをどっちがこう用意するかみたいな話があると思うんですけど、毎回僕は悩ましいと思ってるんですけど、つまりローカルで Git のレポジトリ作って、それを、GitHub に、プッシュするっていうふうなのを、スタートとして開発していくか、
まず GitHub 上で、そのパッケージ名の、ついた、からのレポジトリを作っといて、で手元の、RStudio と連携させるかっていう、まあ、両方パターンとしてあると思うんですけど、例えば、何ですかね。なんか R パッケージにするつもりがなかったコードだけど、途中からやっぱりパッケージにしたいということになって、既存の GitHub の、レポジトリを手元に、としてきて、以降 R パッケージとしたいみたいなこともあると思いますし、なので、まあ、その先に GitHub 側にレポジトリがあるパターンの場合どうするかっていう話なんですけど、まあ、その場合は、RStudio 上で New Project Version Control Git っていうところをボタンポチポチ押していくと、まあ、こういう New Project Wizard っていう画面が出てきます。で、そこで、すでにある GitHub のレポジトリの URL、手元でどういうローカルのプロジェクト名にするかっていうのを設定して Create Project っていうふうな叩くと、まあ、以降、先ほどと同様に GitHub で、扱うことができます。で、次にディスクリプションファイルを編集します。まあ、手で書かないといけないところがいくつかあって、このタイトルはまあ自分で書くべきでしょうね。例えば PCA と TSNE を実行しますみたいなことをここで書きます。で、タイトルケース、要するに、この単語の最初の一文字は大文字になるような、まあ、and とかはさすがにいらないんじゃないかと思うんですけど、パフォームの p をこう大文字にしたりとか、そういうふうに書きます。で、最後、ピリオドは書きません。それをなんか書いちゃうと、C ランに登録するときは、なんかレビューでなんか言われます。あと、ここのバージョン番号は、まあ、常にこうバージョン上げていくっていうことで、セマンティックバージョニングなんですけど、まあ、なんだっけ、メジャー、マイナー、パッチみたいなふうにこう、この番号の順番にこう意味を持たせて、まあ、最初の数字が1になったら、まあ、十分成熟したみたいな意味合いで、何かそのコードに変更があると、この2番目か3番目の、値をこう、数字を上げていく、数字をバンプしていくっていうんですけど、まあ、そういうふうにして、こうバージョンを、上げていきます。で、自分の名前はこう書いて、管理者もまあ自分だと思うので、こう名前書いて、メールアドレス書きます。複数の著者を指定したい場合は、まあそういう書き方があるので、ここの2行はこうまとめて、複数の著者文をバババって書く場合もあります。ディスクリプションは、このパッケージが何をするかっていう説明文で、こっちはまあ、長く書いておくて、最後ピリオドで終わっておくて、まあ2文3文こう書いてもいいです。で、このパッケージで何のライセンスを、使うかっていうのを指定しないといけないんですけど、それは use this, use MIT license とか例えば打つと、MIT license のもとこのパッケージを作りますっていうことで、そのコピーライトの文章が書かれた、ライセンスって名前のファイルが出力されるので、まあ、詳しくはここを見てくださいというふうになります。あとはなんか自分のパッケージを実行する上で他のパッケージの関数を使うのであれば、use this, use package、例えば irlba のパッケージ使いたい場合はこういうふうに叩くと、ここに irlba というのが1行追加されます。なので、まあ、まあ、ここら辺は手で書いて、あとは、use なんとか関数を叩くことで、まあ、極力手では書かないっていうのが、まあ、今風なのかなと思います。で続いて、この一番大事なそのパッケージの本体でもあるその R の、スクリプトファイルっていうのを、R ディレクトリー化に、
起きます。例えば自分の場合、次元圧縮する関数とそれを可視化する関数で2つ作ってみたんですけど、これも、まあそのままポンと置きゃいいんですけど、ユーズディスを使うんであればユーズ、R っていう関数があるので、このユーズ R を使ってそのファイル名をこう指定すると、例えばリダクトディムズっていうふうに打つと、R 以下にリダクトディムズ .R っていうファイルが、まあ、空のファイルが作られます。あ、いや、何かしら、ちょっとしたことは書かれてたかもしれないですけど、まあ、そういうファイルができます。で、そしたら自分の作った関数をここに、コピペするなり、どんどんこう追加していくなり、します。で、R Oxygen 2っていう仕組みを使うっていうのが、オライディの本で、この関数のこの上側に、こういうコメント行をこう書いていきます。で、このシャープの後の、なんかシングルクォーテーションかなっていうのが、まあ、特別な意味合いがあって、ここを R Oxygen 2っていうパッケージがパースしていきます。で、1行目はタイトルにして、2行目以降は説明文にして、で、アットマークパラムっていうのが、まあ、この関数の引数ですね。インプット、ディム PCA、ディム TSNE とか、タイプ PCA、バーボーズとか、まあ、そういうのを、ここに書いていって、引数名とそれが何なのかっていう簡単な説明をこう一文書きます。で、リターンっていうのがこの関数のこの返り値、出力が何なのかっていうのを説明を書きます。エグザンプルとかエグザンプルズとかそういった、タグは、実行例を書きます。インポートフロームは、この関数を実行する上でこのパッケージのこの関数を使いましたっていうのを書きます。で、最後、エクスポートっていうのをタグを書きます。このエクスポートって書くと、他の、自分が作ったパッケージを他のユーザーが使うときにこの関数を使うっていうのを想定して作っているってことを宣言しています。で、こういうふうに、R Oxygen 2のコメント行を書いておくと、ヘルプのファイルを自分で書かなくて済むっていうメリットがあります。で、あと、このコメント行を毎回書くのめんどくさいんですけど、このカーソルをここら辺に関数の中に、しておいて、コマンドシフト P で、コマンドパレットを起動した後に、このインサートは R Oxygen コメントフォーザーカレントファンクションっていう、のコマンドを実行すると、勝手にここは埋まるので、埋まってない項目だけを書いていけばいいので、そこまで作業としては大変ではないかなと思います。で、もう一つの関数もこういうふうにコメント行を書いておいて、そしたら、R Studio でコマンドシフト D っていうふうに叩くと、このマンディレクトリー以下に、なんかこういうヘルプファイルが、出来上がります。で、これ前の、僕の説明だと、こっちを手書きするっていうことで、説明してたんですけど、R Oxygen 2の時は、このファイルは自分で作らない。その代わりにコメント行を書くっていうスタイルになっています。まあ、メリットとしては、この実装と、このヘルプの説明文が、一つの画面で見れて嬉しいっていうことなのかなと思います。まあ、僕はあんまりこっち書くの苦じゃなかったんですけど、まあ、これ、テフの文法になっているので、論文をなんかテフで書いて、ことがある人は、まあ、なんかそんなに苦ではないかもしれないんですけど、まあそうですね、まあ、今時はこういうふうに書く方が良いとされています。あとは、ネームスペースも、
このコマンドシフト D で自動生成されて、さっきこの、この行にエクスポートって書いたんですけど、エクスポートって書いた関数はここで、エクスポートっていう行が追加されて、まあ、このレダクトディームズパッケージのこのレダクトディームズとかプロットディームズみたいな関数を他のユーザーが使えるようになります。このエクスポートがないと、使えないので、このパッケージを他の人がロードしても、何の関数も使えない状態なので、これはまあ、書かないといけない大事な行です。はい。あとは、ニュースファイル。まあ、これからどんどんこうコードを加えていって、その度にいろんな変更が入るわけなんですけど、バージョンいくつではこういう内容だったみたいな、こういう履歴をこう残しておく必要があるので、そのニュースファイルは、use newsmd っていう関数を実行すると、生成されます。で、なんか勝手にここも、Git の、Git のコミットメッセージを、なんかどっかからこう取り出して、ここに埋め込むらしいので、ここもあんまり自分で書かなくていいのかもしれないですね。きちんとその Git のメッセージを、他の人も分かるような感じで書いてればっていうことですけど、はい。そしたらあとは readme ファイルも、書かないといけなくて、use readme md っていう、関数か、もしくは use readme addmd っていう関数を実行します。で、この md と addmd っていうのは何が違うかっていうと、addmd っていうのはこういう add markdown ファイルが生成されます。なので、このマークダウンの中でこういう R のコードを埋め込むことができるので、もしその自分のパッケージを実行してられた結果をなんかプロットで、readme にで見せて、見せておきたいみたいな、そういうことをしたいのであれば、RMD の方がいいかもしれないですね。はい。あとは、ま、ビネットですかね。ビネットは僕は、書かないときもあって、バイオコンダクターだとこれは必須項目になっていて、ソフトウェアパッケージであれば必ず、書かないといけないですね。データだけを公開するような、タイプのパッケージであれば確かオプショナルだった気がします。で、C ランだと何の指定もないので、書かないことが多いです。ビネットと、先ほどのドキュメントは、ちょっと役割が微妙に違っていて、ビネットっていうのはその上から順にこう、一連の使い方をこう、なんて読み物としてこう読んでいくような、ものになっているので、で、HTML だったり PDF だったり、まあ、そういう書式としてこう上から順にこう読んでいけるような形式。で、さっきのヘルプファイルに書かれているような、ドキュメントは、まあ、関数ごとに使い方を調べるときに使うようなので、まあ、微妙に役割が違うんですけど、まあ、ビネットをまあこう作るとしたら、use this の use ビネットって関数をいただきます。で、ここでパッケージ、まあ、ビネットファイル名をここに打って、そうするとビネットディレクトリー化にリダクトディムズアーデ MD みたいなファイルが生成されるので、あとはそのアーデ MD、アーデマークダウンファイルを、ね、編集していきます。あとディスクリプションで勝手にこういう行が追加されて、これは、ビネット、ビルド数の必要なニットアールというパッケージとかアーデマークダウンとかそういうものが、ここに書かれます。で、その後は、この add markdown を編集しては、このニットボタン、ここにあるニットボタンを押すと、HTML だったり PDF だったりに変換されるので、そういう、まあ、レンダリングしていって、自分なりの、ビネットを作り上げていくっていうことをします。あと大事なのはテストですね。この自分が作ったパッケージが、
きちんと動作するかをテストする必要があるんですけど、まずテスト、なんだ、テストのためのディレクトリとして、テストっていうところを作るんですね。use test that っていう関数を叩くと、テストディレクトリとその中にテスト that っていうディレクトリができて、かつそのテストにテスト that.r っていうファイルが、勝手にできます。で、中身はこういうふうになっていて、テスト that っていう、まあ、テストのためのパッケージと自分のパッケージをここでロードした後に、テスト that 以下の、コードを全部テストしていくっていうことを書いています。で、以降は、use this, use test 関数の、なんだ、まあ、例えば、reactdims っていうテストのファイルを作りたいのであれば、こういうふうに打つと、test.test.reactdims.r みたいなファイルが生成されるので、あとはそこにテストコードを具体的に書いていく。まあ、例えばこういうふうに書いていて、何か自分の関数を呼び出した結果が自分の想定しているものになっているかどうかっていうのを、expect equal とか expect true とか、なんだ、まあ、そういう、なんかテストコードをこう書いていきます。で、まあ、テスト、毎回そのテストを、実行するのに、この、コードをいちいち叩かなくてよくて、RStudio だとコマンドシフト T っていうふうに打つとテストらしいので、まあ、そうするとこのテストが走るんですけど、ただ、ウェブブラウザーのショートカットキーと今回競合したので、T って言うと、なんか、ウェブブラウザーのタブが1個できちゃうみたいな感じがあって、うまくいかなかったので、まあ、自分は Ardo のコンソール画面で DevTools テスト関数を実行しました。はい、ここまで食うとだいぶパッケージとしては完成度が高くなってきてますけど、あとは、仕上げとしてそのパッケージ全体のチェックですね。R コマンドチェック、ビルド、インストールとかそういう、ものは、これまでは前回の説明だと、ターミナルの中で R コマンドインストールとか、チェックとかビルドとかそういうのを叩いてたんですけど、この RStudio の画面でもやることができて、まあ、ボタンで言うと、このビルドのインストール&ディスタートとか、チェックパッケージとか、ビルドソースパッケージとかがそれに相当するんですけど、コンソール画面で叩くのであれば、DevTools のビルドとインストールとチェックとか、まあ、チェックビルドってなんかセットになったやつもあるみたいです。で、これに対して全部、アルスタジオの、ショートカットキーがあるわけではなくて、チェックだけコマンドシフト E っていうふうに叩くと、チェックが走ります。で、ここで、自分のパッケージのなんかその、ちょっとダメな部分っていうのが、その、ワーニングとかエラーとか、ノートとかっていうふうにこう表示されるので、まあ、それをできるだけなくす。まあ、ノートは、一個ぐらいは残っても、C ランは許してくれたんですけど、基本は、ワーニングとエラーは一つも残さないで、そういったバグを潰さないといけないんです。でここまで来ると、リリースしてもいいかなということで、まあ、リリース先として、まあ、GitHub に置いとくだけでも、まあもちろんいいんですけど、まあ、C ランに登録するっていう、こともできますし、バイオコンダクターに登録するってこともできます。バイオコンダクターの場合はちょっと、流れが違って、どっかで一回説明したと思うんですけど、バイオコンダクターコントリビューションズっていう GitHub のページに行って、そこでイシューを立てて、このパッケージを、そちらに登録してくださいっていうことを言って、向こうのそのボットが走って、こう、もっとこうしろみたいなことを言われるので、その一連の作業をすると、バイオコンダクターにパッケージがアクセプトされるっていう流れなんですけど、ちょっとこっちは審査は厳しいですね。
C ランはもうちょっと審査は緩いかなという感じがあって、で、こっちに登録するときのやり方も前回説明したんですけど、前回は Web フォームでこう、圧縮した自分のパッケージをこう、ポンと置いて、サブミットボタンを押すっていう、ことを説明したんですけど、この、Web フォームでファイルを渡す動作は、Web ツールで言うと、リリース関数が全く同じことをやってくれるので、今回はそれを使う方針で説明します。まず、ユーズリスのユーズ C ランコメンツっていう関数を叩くと、こういう C ランコメンツっていうファイルが、生成されます。で、なんか、これまでのなんか、アドコマンドチェックの結果とかが自動的に埋め込まれるみたいなんですけど、これ多分、ウェブフォームで言うところの、コメントを書いてたところに相当するんじゃないかなと思います。で、このファイルを生成した後に、DevTools Release って関数を実行します。で、まあ、やってみたらわかるんですけど、すごいいろいろ質問されるんですので、Yes とか No とか、選択があって、全部イエスになってない、なってる状態じゃないと、リリースはしてくれないんですけど、具体的には、まあ、RHub っていう別のサーバーがあって、そこで、まあ、さらな状態からもう一回テストしたときに、きちんと、通るかっていうのをチェックするとか、あとスペルチェックはしたのとか、Windows 版でも、Windows 版にビルドして動くのかとかなんかいろいろ聞かれてるんですけど、それを全部、こなすと、じゃあサブミットしますかっていうふうになって、圧縮された自分のファイルとこの C ランコメンツのファイルが、C ランの、ウェブサーバーに転送されます。それがうまくいくと、こういう投稿完了メールっていうのが送られてきます。で、ここで、このリンクを押すと、押してその、先のページで、なんかいろんな、その、チェック項目をクリックして、OK というふうにすると、正式にパッケージが、C ランのファイルに、あ、サーバに、置かれて、そこでビルドのチェックが走って、あとはなんかその人の目でこう審査するみたいな作業に入ってきます。で、何かしらもっとこうしろみたいなことを多分言われるので、まあ何回かその C ランの人とこうやりとりは発生します。はい。あ、で、そうですね。DevTools Release で言われることとしてスペルチェックですね。スペルチェック関数を叩くとこういうふうになんか出てくるんですけど、なんか、このリードミーの何行目のこの文字は合ってんのかみたいな感じで、だいたい人の名前はこう辞書にないので、タイプなんじゃないのっていうふうに言われるんですけど、まあ、こういうふうにこう列挙して出てきます。あとはチェック RHub っていう、RHub っていうサービスがあって、そこでもう一回テストしてくれるみたいなことをやります。はい。まあ、ここまでやれば、まあ、多分 C ランにパッケージは登録できるかなと思います。なので、今回は RStudio 方式でやるとこんな感じっていうので、まあ、なんか自分で手作業でやる方式と、こう、対応表を書いてみて、で、RStudio がボタンを何でも用意してるわけではなくて、まあ、適宜 R の関数をこう叩いたりとかいうところもあって、たりするので、まあ、そうですね、まあ、大きく分けると、こう、3つぐらいな作業の仕方があるのかなと、思うんですけど、まあ、今回のアーツスタジオとかを使うやり方は、まあ、自由になんか、記述する、ね、部分がだいぶ減ったのかなと思っていて、まあ、大抵そのユーズなんちゃらみたいな関数が用意されているので、それを叩くと、ある程度書かれたファイルっていうのがひな型としてポンって置かれて、で、
まだ書かれてない部分を自分で埋めるみたいなことをやるだけなので、まあ、初心者が始めるとしては、優しいかなと思っています。まあ、なんか、このファイルどうやって書けばいいんだろうっていうふうに迷うことがあまりないかなと思うので、まあ、この流儀に、沿ってやるっていうのは、いいことかなと思いますね。あと、初心者が陥りやすい間違いとかを最初から回避しやすいので、まあ、エラーが出づらいかなっていう気はします。で、これまでは、ファイルの、配置の仕方、例えば、R ディレクトリーっていうのは一回こう切って、その下に、ドット R を拡張子としたファイルを置いていくみたいな、っていうのは、まあ、ルールだったんですけど、まあ、そのルールを覚えるっていうことから、RStudio のショートカットキーとか、ユーズリストのこの関数を叩くみたいなことを覚えるスタイルに変わったんだろうなっていう感じですかね。で、僕自身はあまり RStudio を普段使わなくて、なんかパッケージの作り方がちょっと他の人と違うっていうのもあるんですけど、なんか似たようなパッケージを10個とか100個とか作ったりするので、なんかパッケージを作るためのワークフローみたいなのを自分で作ったりとかしているので、そういう、まあ、ちょっと特殊な、作り方をする場合は、やっぱりファイルの置き場所とかきちんと理解しておかないといけないとは思うんですけど、まあ、大抵の人はその自分の1個のパッケージをこう大事に作り上げていくっていうやり方をすると思うので、まあそういう人にとっては、まあ、RStudio とか、ユーズリストとかなんかそういう、まあ、DevTools 系のパッケージを使って進めていく方が、まあ、楽にできるかなと思います。はい、以上になります。はい、で、何か質問とかコメントとかあれば、どうぞ。ああ、で、なんか、新田さんから、ユーズリスクリエイトパッケージを使うと、デフォートの hello.rhello.rd ファイルは作成されませんとのことですね。はい。ありがとうございます。細かいとこなんですけど、いいですか？ちょっと待ってください。あ、まだです。はい、どうぞ。あ、はい。だから今回、use this のパッケージを使われて、なんかディスクリプションとか自動的に作れるという話だったんですけども、結構このディスクリプションの書き方って多さによって違うところが多いと思うんですけど、なんかあれって、なんかどれ、結局なんか迷うんですけど、人のを見ると迷うんですけど、結局何を書けばいいんだろうっていう。ここであまりメンテナーとかって結局入れなくてもいいですよね、なんか。入れた方がいいんじゃないですかいいね。と思います。でもなんかこういうオーサーとメインっていうのは別々に書く場合もあれば、なんか一つにまとめて書なんかく。一つまとめて書いてる場合もありますよね。そこは結構まちまちですよね。まあでもどう書けばいいかわかんないけど、最低限書くべき項目っていうのは勝手に自動生成されるっていうのが今回のスタイルなので、そういう意味でこはれさえ書いてれば最低限満たされるってこと、まあ理解ですよね。まあそうなんじゃないですかね。他に足りてないところもないと思いますし。あと、ここで、なんか、インポーツなのか、なんかもう一個ありましたね。なんか、書き方としては。ディペンディズ。ペンデン、はい。なんか、違いが。ディペンズ、今回で言うとディペンズ、あ、サジェスか。そうですね、サジェスもあって、はいはい。そこ結構大事なんですよね。はい。結論だけ言うと、ディペンズは、
よっぽどのことがない限りは書かない方がよくて、うん、なんかパッケージ内部で他のパッケージの関数を使うとなった場合、インポーツですね。うん、ディペンズっていうのは、例えばここでインポーツじゃなくてディペンズって書いた場合何が起きるかっていうと、ここの自分が作ったパッケージをライブラリー関数でロードしたときに、この IRLBL とか RTSNE とか他のパッケージも一緒にロードされるみたいな動作になるので、うん、でも、別に自分のパッケージの中でこいつら使いたいだけで、別にわざわざ R2 の、グローバルの環境にロードしなくてもいいじゃないですか。はいはいはい。だからその動作がどうしても必要じゃない限り、ディペンズはいらないと思いますね。あとなんか、ディペンズじゃないとダメな時あるかな。でもなんか R のバージョンを4以上にしたいみたいな時は、ディペンズに書いたかもしれないですね。ああ、はい。あ、ニッタさんがおかべりになりました。あと、サジェストは、なんだ、ドキュメントの中で使うけど、機能として、このパッケージで使ってるわけではないようなパッケージ。だから、はい、ドキュメント、ビネットを作るのに、ニットアルとかアルマックダウン必要だけど、別にこれらの機能をパッケージ内部で使ってるわけじゃないので、サジェストですね。ああ、はいはい。まあ、そういう使い分けかなと思いますね。Depends Import Suggests は。あとそのもう一個聞いたいですか、今、ついでに。はいはい、ここ、Imports とネームスペースの関係性はどうなるんですかね、これは。ネームスペースは、ああ。で、はい、結局、ライブラリーで同じの入れ書くとか、個別の関数を書くとかしますよね、なんか。今回で言うと、ネームスペース、これですね。はいはい。ネームスペースの中には、エクスポートとかインポートみたいなものを書くんですけど、はいはい、だから、他のパッケージからこの関数を使いたい場合、こう書きますし、あ、じゃあ、これは出力だからエクスポートですね。他の人に使ってもらいたい場合、エクスポート書きますし、あのパッケージの関数を使いたい場合は、インポートっていうのをここに書きますね。で、ここで、インポートする、パッケージは、必ず、このディスクリプションのインポートにも書かないといけないっていうだけです。はい。で、その作業も、僕は自分で書いてたんですけど、R Oxygen 2的にはそこの管理も、開発者にはさせないで、うん、この関数はこのパッケージのこの関数を使っているから、ここに import from っていうタグを書きなさいみたいな。そうすると、このネーム、なんだ、コマンドシフト D を叩いたときに、ネームスペースに勝手にそのインポート行が書かれて、で、このネームスペースは自分で編集するなっていう方針ですね。うん、もうこのドキュメントはリードオンリーっていうになってて、もう手で書くのを許してくれないみたいな状態になっているので、絶対に R オキシエン2を使えみたいな状態なので、そうするとここにエクスポート、インポートを書くしかないので、はい、まあ、そのネームスペースどうやって書けばいい問題は、もはや自分が考えなくていい。ことになるのかもしれないです、うん、さっきのところでそのコマンドシフト P を使われてたんですけど、それだとどこまでできるんですか？シフト P？ ああ。そのエクスポートとかは出ない、使って打たないと、自分で書かないといけないんですかね、なんか。
インポートフロント。いや、このタグは勝手に出てきて、はいはい。この、引数名も勝手に出てきて、おはい、この具体的な説明文とかは自分で書かないといけないみたいな状態になりますね。ほあと、インポートフローメも自分で書かないといけなかった気が。この、なんか、この IRLBA 関数をこの中でこう、使っていたとしても、そこまで調べてこの行を追加してくれることはしなかったと思いますね。ああ、はい。ありがとうございます。まあ、やってみてください。やってみます。このコマンドは知らなかったです。うん、そうですね。こんなんあるんですね。まあ、これは絶対使った方がいいですね。コマンドアドクシンコメント。いや、ずっと上コピペしてましたよ。ああ。確かに、これはちょっとめんどくさいですね。まあ、一番めんどくさい作業かもしれないですね。何か質問、コメントなどありますかね。あ、山本さんがスラックの方に書いてくれたんですけど、パッケージをバージョンアップするときも同じようにすればよいでしょうか。あ、つまり どの部分ですかね、これ。同じようにするっていうのは。提出するときとかですかね、リリース関数とか。今まで新しくパッケージをそのリリースしたことはあったんですけど、そのバージョンアップをしたことがなくて、はい、あ、はい、その時にも同じようにすればいいのかどうかがちょっと分からなくて。あ、そうですね、全く同じですね、CLAN の場合は。あ、そうなんですね。新しく追加する場合も、バージョンアップも、入り口は全く同じで、向こうが勝手に、これはすでに登録されているパッケージだからこっちの処理するとか、そういうそのワークフローを切り分けてくれるので、僕らはその違いを意識しなくて良いと思います。はい、あ、わかりました。ありがとうございます。ね、あとは、バイオコンダクターに登録するときも、なんかこういう関数があるといいかもしれないですけどね。まあ、どうなんですかね。そんなに楽になったわけではない気がするんですけど、関数で提出するのとブラウザー上で渡すのだとこっちの方が楽なんですかね。まあでもな、うん、やっぱりなんていうんですかね、その初心者がどういうふうにこう作業していくのかっていうのを覚えるときに、うん、なんかリリース関数を実行すればいいっていう方がまあ覚えやすいかもしれないですね。まあ確かに。なんでまあ、実態としては何かしらファイルがどっかのディレクトに置かれるっていう動作だけだったりするんですけど、まあなんか、なんていうんですかね、まあ、型みたいなもんですよね。空手の型とかなんかそういう、一連のこういう作業をするっていうもの、型をつけておくことで、どういう作業をすればいいのか迷わずに済むみたいなっていうのがいいところなのかなと思いますね。